我々人を含む地球上の生命の営みにとって植物は欠かすことのできない存在です。ことに約30万種ある陸上植物は我々にとって重要な全ての作物を含むばかりでなく、地球上の生物多様性の要です。私たちの研究室では陸上植物が有性生殖によって生命を継承していく過程に興味を持って基礎的な研究を進めています。私たちの研究室では陸上植物の代表として花を咲かせる植物、皮脂植物の白犬ナズナと苔植物のゼニゴケの2つを用いて研究しています。このうちのゼニゴケはここに示す植物ですけれども、京都大学の研究者が中心になって世界中の研究者に呼びかけて広く研究に用いられるようになった、いわば京大発のモデル生物です。白犬ナズナを用いた研究では、植物が決まった季節に花を咲かせる仕組みを明らかにしてきました。その中には花を咲かせるホルモン、クロリゲンが FT というタンパク質であることの発見があります。これらは作物の開花調節や着果予測などに役立ちつつあります。一方、ゼニゴケを用いた研究では、植物が生殖のための特別な細胞、配偶子を形成する仕組みを調べています。最近になって陸上植物の祖先にあたるシャジクモと呼ばれる藻類から苔植物を経て花を咲かせる植物に至るまで、同じ一つの遺伝子がオスの配偶子である性細胞の形成に中心的な役割を果たしていることを明らかにしました。私たちの研究室では、幅広い応用の基礎となりうる成果を上げることを目指して日々研究に励んでいます。